誰だいああ君かもうお昼かいごめんね待たせてちょうど終わったところだから片付けしてから向かうようんいつものところでいいんだろそれか今はここ誰もいないし食べていくああ 朝適当にコンビニで買っておいたんだパンは美味しいよ <laughs> そうか君は私の体のことを心配してくれるんだねいつもありがとうああもちろんいいよ どうして疑問系なんだい最初は感情のわからない私に告白してきてうまくいくのか不安だったけど当たり前じゃないか私たちは一応付き合って半年になるんだ遠慮など不要だよあ もしかして、まだあのこと気にしてる付き合ってみてわかった。未だに感情はよくわからないけど、君のことを手放しちゃいけないってことだけは。ああ。それに、昔から母に言われていてね。一度拾った相手は、最後まで面倒を見なければならないと。 かもしれないね。ペットの話だったのかもでもあいにく私はペットと人間の境目がわからない、うん、好きという気持ちも友情なのか愛情なのかもわからないこれはどんな気持ちなんだろうね 最初は断ろうと思ったけど君のその熱意になぜか惹かれてしまってね、うん、生きてきて初めてかもしれないなこんなに一人の男性を見つめ続けるのはそれと君と付き合いだしてから恋愛小説なるものを読んだんだ あ、そこにはこう書かれていた「好きな異性とはずっとくっついていたいものだ」「そばにいたい安心したいと」とそういうものなのかい君も <laughs> うん、なるほど。 私が無理をしていると君はそういうのかい、うん、そうかなら困ったな私は今おそらく楽しいという感情に支配されているうん勉強も人間との関係もすべて無意味だと思っていたが君と話していると生きている実感が湧いてね 私もおそらく感情のある人間なんだと実感できるからね感情か <laughs> そうだねまあ少なくともこんなに笑ったことは今まで一度もなかったからとても感謝しているよ君には <laughs> だから恩人である君が 私に遠慮する必要はない。でもではなくて、もっと図々しくなってもらっても構わない。と私はそう言ってるんだ。ああ、もちろん。心から笑うということを教えてくれてありがとう。 君には驚かされてばかりだよ告白した時の勢いはどうしたんだい潮らしくなって <laughs> いやそれも君なんだろう私が本当に困っている時は君は必死な顔で助けてくれるんだろう今までもそうだった信用に値する人間は好感を持てるね すまないね。半年も付き合っているのに、君のしたいことができずにいるなんて。でも遠慮なく言ってくれても構わない。なぜなら、君が別れたいと言わない限り、私は君にしか興味がないからね。ああ。君のような素敵な存在を手放したくはない。 はじめに言ってくれたじゃないか。私に感情を教えてくれるって。信用していなかったが、順調に進んでいるようだ。あの小説の通りだ。恋人同士は、抱きしめ合いたいものなんだな。 ああよければ私と抱きしめ合ってくれないか <laughs> もちろん温 <laughs> かいんだなそれに大きい。 そうか、私は女性の中では大きいようだと思うが男性と比べられるものではないか <laughs> 残念ながら温かい以上の感想はないのだが。 君の心臓が物語ってる私のこと好きなんだな早く私も君のことを好きと堂々と言えるようになりたい嘘はつきたくないだから もう少しだけ待ってくれ。もう少しでわ分かるような気がするんだ <laughs> ありがとうあ授業が始まってしまうからな一緒にご飯でも食べよう 今日は君の隣にお邪魔するよあああでも繋いでみたいなああ困るのか君が喜んでくれると思ったんだけどああ、そうかじゃあ お茶でも入れてくるよ声がうわずってるぞいやそこも私の気に入ってるところだ落ち着いて座っててあ母の言う通りだな 君みたいな存在は絶対に手放しちゃいけないいや少し待っててくれ。